。どうも、帽子ちゃんです。イエーイ。それ私の帽子。でも君は被奪われたの。違うよ。かぶってって言われたんだよ。うん、かぶってって言いました。なんだそれは。キッ。私この花がおならしてると思ったんだよ。梅干しとも言いますね。梅干しはこれです。そうそう、なんかシワシワになっとって、でっかいのもあるし、すごいちっちゃくて硬いのもあるんですよ。めっちゃ酸っぱいんですよね。これなんだよ。いや、なんこれ、なんか腐ったじゃがいも。違うよ、梅干しだ。梅干しは、梅干しは、君一回かけられんの、かけられんの、かけられんの。いいね、ありがとう、許してくれて。なんこれ、なんこれ、なんこれ、ちょっともったいないフレーが。いや、お前が許しちゃったやつか。こちらが梅干しじゃないです。あ、梅干しって書くの難しくない？難しいよね。なんこれ。意味が変な内臓。食べたらこんな顔になるんだよ。は？嘘それ。私の方が何枚もマシだよ、それより。なんか変な音。酸っぱい酸っぱい。で、私がこんなことをします。いや、君酸っぱいもの食べた時こんな顔だよ。今食べない。大丈夫大丈夫、ごめんね、冷やすよ帽子。はい、ということで、梅という漢字は落ちそうだったよこれ。梅干し、酸っぱいって覚えておいてください。はい、ということで梅でした。Thanks so much for watching. Bye. バイバイキー。梅ではもういません。あー、はい。